皆さんこんにちは。本日も非常に良い天気です。いかがお過ごしでしょうか。今日は栃木市藤岡町に向かって車を走らせております。道の駅思い川を通り過ぎてもうしばらく走ります。本日向かっているお店は曲がる場所なども含めナビがないと厳しいかもしれませんね。はい、到着です。最後に曲がった場所にはお店の看板が出ているので見逃さなければなんとかなります。お店の周りはこんな感じ。店の前の道は狭く車はすれ違うことは不可能ですかね。一見こんなところにお店がと疑ってしまうところにあります。またもやオープン前の到着なのでのれんは出ておりません。本日の訪問は八頭亭さんとなります。お店の入り口にはおすすめメニューの記載があり非常に低価格でご飯がいただけます。お店の方のコメントがあり人の温かさが垣間見えますね。ではのれんも出していただいたので参りましょう。何かで見たことがありましたがご夫婦で30年以上お店を営んでいるようです。壁には所狭しとメニューが貼ってあり懐かしさを感じるような雰囲気のお店です。なんとも昭和感が漂っておりますね。こういう雰囲気は非常に大好きです。こちらは卓上にあったメニューとなります。のれんにはラーメンの記載がありましたがご飯物もあり大衆食堂的な感じのお店になりますかね。それにしても安いですよね。定食すべて1000円以下、そしてラーメンは500円からとなっております。そして今時値上げではなく値下げされております。そんな中私の注文は豚肉ランチとしました。卓上はこんな感じ。調味料が数点置いてあります。注文後すぐにコーヒーと小皿が出てきました。これもセットの中の料理となるとちょっとサービス精神ありすぎ。さて料理の到着です。いわゆる豚丼ですね。それと半ラーメン。ラーメンはほんと半分のサイズですかね。うまそうです。ではまずはスープから。胡椒は入れてしまいましたが醤油ベースですかね。そしてこちらが麺となります。昔ながらのオーソドックスなラーメンのように感じます。そして豚丼、タレがご飯まで染みていてこれは間違いないやつですね。ではいただいてまいりましょう。やっぱり間違いないやつでした。これはうまい。漬物は浅漬けのような感じで非常にうまい。
ラーメンもやはり見た目通り昔ながらの醤油ラーメンって感じですね。一番落ち着くタイプのラーメン。丼ですが、こういうタイプは箸でちまちま食べるよりレンゲを使いましょう。はい、正解。丼食べてラーメンを味噌汁代わりに食べる、最高ですね。ではどんどん食べ進めてまいりましょう。ポテトサラダって美味しいですよね。これは本当ハズレがない。やっぱりラーメンは半ラーメンって感じはしないですね。これを半ラーメンとして出すってことはちょっと普通サイズが見てみたい気もする。本日は残念ながら他にお客さんがいなかったため、そのサイズを確認することはできませんでした。どうにも餃子が食べたくなってしまって注文しちゃいました。こちらは少しでいただくとしましょうか。こちらがその餃子です。良い焼き目ですね。サイズはちょっとだけ大きめですね。そしてあんがぎっしり詰まっている感じです。これは非常に美味しい餃子です。ちなみにこれだけの量を注文して1200円です。めっちゃ安いですよね。ラーメンも丼もそれなりに量がありますし、普通の方なら十分満足できる量だと思います。餃子からこぼれ落ちる肉汁がまた良い。チャーシューも普通に美味しいですね。ちょっとした穴場的食堂です。ラーメンは完食です。さすがにお腹は膨れてきましたが、問題なく完食できそうですね。完食です。食後に最初に出していただいたコーヒーをいただきます。ガラスのコップと思いきやプラスチックのコップで一瞬ヒヤッとした瞬間。ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。チャンネル登録お願いします。